量は出た、取れてる。あ、取れてる、取れてる。はい。はい。ネット共存チャンネル。久々の登場でございます。久々のせいでお作品ですね。はい。まだこれ、まだまだ新作なんでしょうか。新作、あ、ちょ、それ、2019年とか書いてありますかね。3年前ですね。書いてないですか。え2019年になってます。ああ、3年前ですね。なんか見覚えがあるようなところですね。ああ、もうこれ大文字、もう京都という場所なんですけど、私想像なんですけど、はい、円町をイメージしてるんですけど、円町っぽくないような気もするんですけど、いや、円町近、その JR の鉄橋、 JR? そう、大使道、北向いてるんですかね、ここ北向きですね、北向きで西尾通りじゃないですか。そうです、はい、正解です。あ、この辺に吉野家のカレー屋さんがある。あ、そうやった、それは知らんな僕。これはパッと浮かびましたね。あ、ここ右行ったら気象庁の桜の標準木があって、開花情報はそこの桜を見て発表されるという。あ、そうなんですか。はい、この辺に結婚式場があったら気象庁です。あ、なんかそれらしいもんありましたね。うん、いい感じ。おかげさまで赤丸ついてます。これは何か意味ありますか。これ売れたという意味です。おめでとうございます。ありがとうございます。良かったですね。良かったです。最終日に送付するということで、はあ、おめでとうございます。はい、じゃあこれはこれで